ばんは。こんばんは。千秋楽でした。こんばんは。千秋楽お疲れ様でした。ありがとうございます。そう、チーム A 公演千秋楽でした。こんばんは。今日は珍しく髪の毛を下ろしてみました。なんかね、ハーフツインの子が多かったので、あ、かぶるの嫌かなと思って、あの、違うのにしてみました。やりきった感じかな。うん、やりきった感じです。そう、お話し会来ましたね。詳細、うん、明日から受付、もしかして。ありがとう、オレンジさん、ギフト。明日からでしたっけ、受付。本当にまだ何も見ていなくて。お、明日の18時から受付開始、もしかして。明日の、お、明日の18時かららしいです。みゆさん、ギフトありがとう。シングルの発売前から確かにお話し会って珍しいですね。あ、はるかさん、ギフトありがとう。初めて申し込んでみようかなと思っています。お、やり方は分かりません。なんかね、 YouTube に出ています。公式の AKB の公式の YouTube にオンラインお話し会の参加の仕方のが出ているので、ぜひ見てみてください。カズくん、ギフトありがとう。ラスカルさんもありがとう。そう、嬉しい。そう、誕生日の日なくてショックでした。12日とか13日よかったら、その近辺より来てくださったら嬉しいなって思います。まるさん、ギフトありがとう。明日申し込む、みんな申し込んでくれるの？みんな申し込んでくれる？
今回こそお話し会日程の画像を作ってみる。日程多いから画像、あ、嬉しい。サナさん、ギフトありがとう。あ、カズくんもありがとう、降ってきた。嬉しい、お願いしますとか言ってありがとう。そう、お話し会の画像作ってもらえるのもすごく嬉しいので、嬉しい。お、お話し会ずんちゃんに初めて申し込みます。今回は多めに申し込みます。嬉しい嬉しい、ありがとうございます。たもーちゃん、ゆうぼうさん、ギフトありがとう。あー、お話し会楽しみ。今回もね、4部制で、よかったら受付終了の部を増やせるように頑張りたいですよかったら一緒に頑張ってくれたら嬉しいです。もーちゃん、ギフトありがとう。新規おやじさん、セミロングさんもギフトありがとう。今日の夕飯はなんかこんくらいのタンみたいなのとオイコスです。次のオンラインお話し会の部数が増えるように、まあそこだけに着目せずにはしたいんですけど、でもやっぱ一個目標作っておけたらなって思ったので、次の部数が増えるように今回の受付終了の部を増やしたいです。こうちゃん、ギフトありがとう。もーちゃんもありがとう。嬉しい。楽しみですね、お話し会。いっぱいありがとう、クッキー。おすすめの日や部を伝えては。確かに、でも私のおすすめはお誕生日付近の2日間、12、13やったっけ。カズくん、ギフトありがとう。ズンちゃん、ズンちゃん、こんばんは、こんばんは。誕生日近くの2日、13、14かは全完売目指して頑張りたいと思います。13、14、お誕生日おめでとう。いっぱい言ってもらおう言ってもらっちゃう、言ってもらっちゃおうかしら。大粒ちゃん、キロちゃん、ギフトありがとう。8月13、14日をおすすめの部と、あ、おすすめの日とします。まつげ長い、やった。どう、まつげ長い。長いかしら。もーちゃん、家族、ギフトありがとう。絶対頑張る。今回オンラインお話し会絶対頑張りたい。でも負担になるから、そんなにお願いします、お願いしますとは言わへんけど、次のお話し会の部が増えるように頑張りたいですね。4部を抜け出したいだからよかったら次のお話し会
来てくださったら嬉しいです。今回初めてお話し会申し込みます。うえ、嬉しい、ありがとう今日めっちゃ可愛かったです。レイエリアマナス最高、ありがとう。なんかさ、今日めっちゃレイエリマナーズのファンの方が多くてびっくりした。レイエリマナーズ好きな人いっぱいおるのねと思って嬉しかったです。嬉しかった。こんばんは、こんばんは。あ、なぎささんギフトありがとう。あくびしちゃってごめんね。ああ。シティジャケットの中、あなたがウィンクしたようで。今日なんか衣装トラブル多くてなんか辛かった。なんか本気で辛いじゃなくてなんか辛かった。普通に千秋楽やのにと思いながらちょっと悲しくなりながら踊ってたよ。シルフィールドさんギフトありがとう。よかったらホワイトデー企画今頑張ろうと思っているので、あのよかったらよろしくお願いします。衣装トラブル全部見てた。最前でヒヤヒヤしていましたね。びっくりしちゃった。なんかつけようと思ってもつかへんし、もう途中で諦めちゃったよ。かずかギフトありがとう。林さんギフトありがとう。明日からオンラインお話し会の受付が始まる。楽しみ。今日公演来ました。ずんちゃんのアイムクライングめっちゃ好き。え、嬉しい、やった。愛をくれの表情イケイケ、嬉しい。表情とか表現を褒めていただけるの嬉しいですね。ありがとうございます。ゆたかさんギフトありがとう。やっぱなんか一回ハーフツインじゃなくお仕事したけど、やっぱハーフツインが好きやなって思った。だからやっぱりハーフツインもいっぱいする。高校の写真もハーフツイン送って、あ、そう、高校でもめっちゃハーフツインして行ってた。漏れるからね、ハーフツインしていましたね。おっ、いっぱいありがとう。もーちゃん、みゆさん、かずくんかな、ありがとう。ギフト、あら、オレンジさんもありがとう。
そう、文化祭の写真あげたんですよ。どうでしたか？みんな。文化祭の写真。まあ、つい上がりすぎちゃう。まつげパーマの人うますぎ。そう、文化祭ね、そうしたんですけど、なんかめっちゃ楽しかったです。本当に何もする予定なかったんですけど、お友達が一緒に揃えてこれしようって言ってくれたから、でも20歳やねんけどって言って、21歳やねんけど恥ずかしくない？一緒にいてって聞いたら、全然ずんちゃんやろうって言ってくれて できました。させてもらえてですね、やりました。本当に青春って感じですよね。今日みなみちゃんからも褒められた。いいなーって、同じ高校入ればよかったって言われた。そう、学校でもね、ずんちゃんって呼ばれていました。ずんちゃんって、みんなね、ずんちゃんって、すずはちゃんって呼ぶ子本当に一人二人くらいしかいなかった。みんなずんちゃんってね。ちょっと喉乾いたからさ、飲み物取ってきていい？ちょっと飲み物を取ってきますわ。よいしょよいしょ、失礼、足足失礼いたしました。お代理、懐かしい。みなに「おかえり」って言ってもらう時、お代理さんのこと言ってさくちゃん、ギフトありがとう。学校のみんながずんちゃんって呼んでくれてた。のぞなっちゃった。こんばんは、こんばんは。喉乾いてた、めっちゃ。確かになんか、その高校のお友達の中でアイドルファンの子がいて、
もともと私のことも知っていたし、 AKB のことも知っていた子がいて、なんか卒業式の後に連絡をくれて、なんか突然学校にずっと大好きで憧れていた AKB の子が来て、お友達になってご飯食べに行ったり、なんかいろんな思い出作れたのが本当に夢みたいだったよって言ってくれたのがすごく嬉しかったです。すごいよね。それがすごく嬉しかったメッセージだった。なんか集まりがあって、バレたっていうか、そのお友達ができたり、私がアイドルしてるってバレちゃったんですけど、なんかその集まりの前に普通にその学校近辺で私を歩いてるところをその子が見かけたらしくて、スザーちゃんやと思っててくれたらしくて、でそしたらなんか学校のその集まり集会みたいなのに行ったらおってみたいなみたいな感じやったらしい。すごいよね、そういう出来事があるんやって思って。こんばんは。夢のようね、ドッキリ企画っぽい確かに思っちゃうよね。だから面白かった、それ聞いた時。確かに自分も好きななんか女の子のアイドルとか来たらびっくりするなって思った。その子もだけど本当に公に出さずに卒業できたのってみんなの愛と優しさを感じる。世の中捨てたもんじゃない。確かに本当に卒業する1年半、どこからも漏れずに、その同じ学校にいた子で声をかけてくれた子もいたんですよ。ずんちゃんですかって、 AKB の方ですよねって。だけど全然それもなんか公にならずに、すごく感謝ですよね、周りの環境が。すごい、この SNS が発達している時代で一度も漏洩しなかったことが本当にすごいですよね。もうびっくり、嬉しいですよね。なんかそんな温かい人たちに囲まれてみたいそう、ましてや高校生なんて本当に今をときめく若さじゃないですか。だからほんまにずんちゃんの高校卒業報告まで知らなかった。よかった、そうあってほしかったから、そういう言葉でよかったよ嬉しかった。すごい音数書いたら、
そう、高校生って本当にね、キャピキャピしてて明るくてって感じなので、すごくなんかびっくりでした。よかったと思って。そう、なんか個人的にはまあ、でもまあ卒業するまで言わない方がかっこいいかなと思って言わなかったんですけど、やっぱりやり遂げてからちゃんと言おうと思って内緒で通っていましたね。そう、カズくんギフトありがとう、シンさんもギフトありがとう。そう、すごいなんかよかった。なんかね、メールとかでよく、私さ休みあんのに朝に起きてた時あったやん。朝に起きて今日は用事があるのでとか、今日はやらなければいけないことがあるので、っていうのをよく言っていたのは、それは学校に行かなきゃいけなかったり、レポートをしなきゃいけなかったり、テスト勉強しなきゃいけなかったりで、そう言えないもどかしさもありつつって感じでした。ねえ、これシンさんタワーがもしかして、確かに結構私そう学校行ってたんです、休みやのに朝起きてさバス乗ったりとか、あそうカフェに行ってたのもそう勉強しに行っていたんですよ。よくカフェに行って時間潰してるって言ってたのも、カフェでテスト勉強したりとかレポートしたりとかではかどるからカフェに行って、そうなんです。メールで匂わせはしてたよね。これタワーかな、ありがとう。ファミレスで勉強した、うん、したし、マクドでも勉強したし、カフェでも勉強したし、学校でも自習室で勉強したし、朝ちゃんと起きて授業も行ったし、早朝から体育受けに行ったりもしてた。そう、公演前に学校行って公演行ってとか、お仕事前にとか、お仕事後に行って単位取ってとかしていました。懐かしい。シンさん、シアとマーク、ズンちゃんズさん、タワーありがとう。合計タワーか、ありがとう。そう、本当によく勉強していました。中学の時とかこんな勉強してなかったんですけど、本当にノー勉でテストを受けに行っていたんですけど、そう、本当にちゃんと 2,3 週間前からテストを勉強してテストに臨んでいましたね。シンアットマークズーチャーズさん、タワーありがとう。忘れられないように忘れてるわけないやん。今回もねオンラインお話会参加できんと思うけど、ちゃんと覚えてるから大丈夫やからね、好きでいてね、よかった。垂れたかな。ありがとう、しんさん。ずっとずっと覚えているからね。ありがとうね。配信来てくれてるのも嬉しいから、ありがとう。なんか、お話し会来られなくても、悲しくならないでね。握手が再開されるまで、待っているから、私は。
せーの、ずんたー、ありがとう。お、みゆさん、ギフトありがとう。あれあれ、気づけば、ぶとはのキュート社会人、優雅な、ありがとう、いつの日に帰るようにね、約束、会おうね。ないのにあくびしててごめんね。ごめんね。ごめんよ。なんか目がピクピクする。顔可愛くなりたいなって日々思う。あくびしていいよ。ありがとう。本当に顔可愛くない？今日とかも楽屋でさ、メンバー見てもうみんな顔可愛くて、ちっちゃくて細くて羨ましくてね、ずっと見てた、いろんな人のこと。パッてその人のことの顔見て、パッて自分見たらもう黙っちゃう。そう、本当にどうに上には上がいるっていうのがすごく痛感するというか、キラキラ輝いてて羨ましいって思っちゃうよね。可愛くなりたい。こんばんは。こんばんは。ごめんね、あくびばっかりして。自分でもびっくりするくらいあくびしちゃう。もっともっと顔可愛くなりたいな。もっともっと細くなりたいし、もっともっと可愛くなりたい。頑張る。頑張る。そう、あくび、ごめんね、めっちゃあくび出ちゃう。あくび映った。こんばんは。こんばんは。いっぱい可愛くなる。もっともっと細くなって、もっともっと
それによって顔が可愛くなってメイクも上手になる。向上心ありまくり女やから人をね羨むことをやめられなくて、それを相手になんか攻撃するとかじゃないんやけど、いいなーって見ちゃう。ずっと来てるもしや。出てみる。はあ、タレさん。しかもめっちゃ可愛い熊のマカロンタワー。タレさん、ありがとう。タレさん。タレさんって見るともう顔がすぐパッて浮かび上がってくるよ。自信持ってください、タレさん優しい。取れた？タレさんありがとう。せーの、ずったわー。スクショできた。ありがとうタレさん。よかったら宝物にしてね。ねえねえ、みんなそろそろ終わろうかな。また近々配信できたらしますね。そうなんです。なんかゆいりさんと話してて気づいたけど、私ってすごい自分に厳しい気がするかもしれない。自分では思わないんですけど、人より足りない部分がすごく多いので、その分頑張らなあかんから、ここの分は当たり前やなって思うんですけど、いつも自分に厳しいねって言われる。いつもそう自分を縛りつけちゃうんです。山ちゃんギフトありがとう。そう、ちょっと自分に厳しいんですよ。なんかさ、今日夢でなんかファンのみんなに配信でかな、配信してる夢見てか、なんか直接お話し会かなんかで話してる時にお話し会かな、お話し会の夢見て、なんかつんちゃんはダイエットダイエットばっかり 言うし、なんか自分のこと可愛くない可愛くないって言うから嫌いって言われた夢見た。今日朝起きた時すごく悲しかった。頑張ってください。ありがとう、頑張ります。最近ちょっと太っちゃってここね本当に数週間2週間くらいですごい痩せてた頃よりは太っちゃって、今日すごいそれを痛感したので本当に頑張ります。嫌いじゃないよって、ありがとうみんなみんなが私の心の支え。
ストイックな一面で嫌いって思ったことないよ。尊敬しまくってます。ありがとう。誘え。みんなずんちゃんが好きなんですよ。ありがとう。頑張る。本当に。でも前よりもすごく自信もつくようになったし、前よりも自分の顔がちょっと好きになったし、自分の体型もちょっと好きになってきたんですよ。ダイエットとかメイクとかもいろんなことを頑張ってはないかが、いろんなことを試行錯誤しているうちに、本当になんか前よりは自分のことを好きになれた気がするんですけど、やっぱりパッて周りを見た時に、やっぱり全然まだまだ劣ってると思っちゃうので、もっと頑張る。歌もダンスのも表現ももっともっと頑張りたいですね。ずんちゃんすごく可愛くなってます。本当にありがとう。ありがとう。いっぱい言うときた。金ちゃんありがとう。ストイックな部分は本当に尊敬しているけど、無理はしないことだけ約束してください。はい、頑張らないことを頑張る目標に。またさらに自分を好きになれるように頑張ります。ということで、そろそろ配信終わろうかな。私の中ではずんちゃんが一番好きなこと覚えてほしいから、ありがとう。今後ともよろしくお願いします。ありがとう。覚えとく。みんなが好きと思って言ってくれてることは、どんなに気持ちが下がったりとか、どんなに自分が嫌いになっても、みんなは好きでいてくれるっていうことは覚えとく。そこだけは自信を持って、じゃあ覚えておくね。だからみんなも、みんなもなんかどんなことがあっても、どんなに友達とか職場とか学校の人に嫌われちゃっても、好きな人、そのあなたを好きな人がいるっていうことを覚えといて。お互い覚えとこ。それはさすがに、さすがに覚えとこ。約束。じゃあ順位発表していきます。13位シルフィールドさん、おおきに。12位サクちゃん、おおきに。11位ずっとずっとずんちゃんのタモちゃん、おおきに。10位クワシさん、おおきに。9位マルさん、おおきに。8位ミユちゃん、おおきに。7位セミロンガットマークずんちゃんずさん、おおきに。6位ヤマちゃん、おおきに。無理したあかんで、ありがとう。5位キラキラうちりばめを須田超絶推しオレンジアットマークツンちゃんとさん、おおきに。4位もーちゃん、おおきに。3位かずくん、おおきに。2位たれさん、おおきに。パワーありがとう。1位新アットマークツンちゃんず焼き芋いべ応援上さん、おおきに。毎度おおきに。新さん1位おめでとう。そしてタワーもありがとう。焼き芋頑張って。そしてたくさんのギフトもありがとうございます。そして王子様とコメントもありがとう。また時間ができたら配信します。バイバーイ。
用事を済ませます。おやすみ。